いらっしゃいませ。どうぞご自由に。買わなくても大丈夫だから。テイワット観光ガイドのリーユエ編を探してるんだけど、ここにないか？ああ、その本はあまり人気ないから、結構前から置いてないよ。モンド編は面白かったのに、残念だ。その本の作者って変わってるからね。ガイドだけど、あまりガイドとして使えないんだよ。売れないどころか、その本のせいでお客さんから苦情が入る始末だし。モンド編は冒険譚として読んでて面白かったのに、残念だな。とにかくここにはないから諦めて。どうしても読みたいなら上級殿のところに行ってみるといいよ。上級殿って？警察層に住んでてね、さまざまな絶版本をコレクションとして集めてるんだよ。短気なところもあるけど、本の話になると結構話しやすいから安心して。彼がまだリーウェ校にいた頃、うちの常連さんでね、今でもたまに彼に本を送ったりするよ。今絶版本と言った？ではあの絶版した新小説劇録第6巻も彼のコレクションにあるかもしれないということ？これは失礼した。僕は行く秋、たまたま通りがかった読書家だ。僕も本を探してるんだ。せっかくだから一緒に警察さんに行って、その上級殿というものを尋ねようと思うが、どうかな？そう言わずに。このリーユエ校は何かと想像し、たまには静かな場所で気分転換するのも必要だと思うよ。陸上ならその足はただの飾りにはならない。ここにテイワット観光ガイドのリーユエ編がないか聞いてみよう。あの本いろいろと面白いからな。終わりだ。天の裁きだ。ん？何かね。用件があるなら手短に言ってくれ。絶版本をたくさん持ってるって聞いたぞ。テイワット観光ガイドのリーユエ編を借りたいんだけど、持ってるか？本の話はやめてくれ。聞きたくもない。双眼鏡園が閉鎖されてから
うちの鉱石の売り上げは激減だ。その上ファデュイまで邪魔してくるし、支払いのためにわしの愛書は全て質に入れたよ。これがどういう意味かわかるか。違う、本はわしの人生だ。わしが一生かけて集めた大切なコレクションが全部なくなったんだよ。君たちに叫んでも意味がないことくらいわかってる。それより早く金を作る方法を考えないと。他に用がなければ帰ってくれ。世間話する気分じゃないんだ。それはあの新小説劇録の第6巻も質に入れたということかな。おや、そのタイトルを知っているとは。君はなかなかにいいセンスしてるな。オイラたちにはセンスがないって言ってないか。それは時代を代表する記書の一つだ。出版された時は誰も興味を示さなかったが、それを模倣する者もたくさん現れた。最初の印刷数はかなり少なく、すぐさま絶版したんだよ。その後重版されたのだけど、続編として出版された第6巻だけはなぜか再版されなかった。そうそう、その通りだ。数がとても少ないから、どれだけ金に困っても質には入れられないよ。つまりその本はまだここにあるということだね。ああ、唯一わしの手元にあるコレクションだ。おい、お前いつまで待たせる気だ。石箔売るのか売らないのか。シゲサイコー様を怒らせたらファディを怒らせたことと同じだからな。どうなるか分かっているんだろうな。はあ、また君か。それでも7割も引かれた値段で売るわけにはいかない。そんな値段で売ったら永遠に本を取り戻せなくなる。そんなことは知らん。本を読みたいか生きていたいかお前が選べ。それとも本を抱えて棺桶に入りたいのか。そんな。お兄さん、商売というのは互いが合意した上でするものだ。強要はいけない。なんだお前、お前には関係ないだろ。コカハ・ユクアキ、ただのおせっかい者だ。コカハ？今コカハと言ったか。この時代にまだコカハを口にするやつがいるとはな。ただの名前だけのモンパだろ。よくも俺の前に立てたもんだ。正義と肩書きは関係ない。君も虎の意を狩る狐のような召使いだろ。お前首を洗って待ってろ。絶対に痛い目に遭わせてやる。あとお前もだ。あの鉱石は何が何でも売ってもらうからな。このことか。ところで例の本は貸してもらえないだろうか。いいんだ、心配してくれる人なんて求めてはいない。さっきかばってくれた礼に貸してやるよ。ありがとう。この本を3年も探してたんだ。この恩は必ず返す。そういうのはいい。本をちゃんと返してくれれば大丈夫だ。コカハの弟子に期待なんかしていないしな。ロイ、もう行くのか。まだ何も解決してないだろう。
で本を読むのがお前の正義なのか。へえ、こんなことが。なるほど、面白いな。おい、話を聞け。人気なのもうなずける。ノイ、そうだな、鉱石を安くしないと痛い目に遭わせるって、まるで強盗みたいだ。勝手に僕を仲間外れにするな。聞こえてたんじゃないか。この本を借りたのは、このままだと上級殿がこれを質に入れるだろうと思ったからだ。彼に言った言葉は嘘ではない。恩を必ず返せ、それが義教というものだ。この本は僕が代わりに保管する。そして彼の他のコレクションも僕が何とかする。もちろん方法はある。すでに心当たりもあるし、ここで少し観察させてくれ。あまり時間はかからないから。まだこんなとこにいたとはな。さっきのがただの脅しだとでも思ったか。バカ派のくせに大した度胸だ。ああ、間違えた。コカ派だったな。灯籠が斧を持って竜舎に向かうということわざがある。あ、何言ってんだ。帰ってくれ。強引な商売は僕が許さない。それに相手が恩ある上級殿ならなおさらだ。お前またそいつの味方をするのか。タイミングが悪かったな。今日はファデュイの方が後ろについているんだ。コカ派のやつなんて目じゃない。僕はまだ若いが、それでも数年世間を渡り歩いてきた。悪人を恐れる必要がどこにある。ならこの俺が痛い目に遭わせてやるよ。相手を間違えた。やった。この件はわかるかい。やっ、動くべきだ。ただの石ころかと思ったら、まさか神の目だったとは。今日のところは見逃してやる。このままで終わると思うな。覚えてろよ。痛い目に合わすとか言っていたけど、彼には一生無理だろうね。ああ、このいじめみたいになるからね。あまり使いたくないんだ。僕も門派を立て直したいという気持ちはあるけど、それは一朝一夕でできるようなことではないんだ。あいつら今は言ってくれたけど、きっとまた来ると思うぞ。ああ、恩人殿を困らせるわけにはいかない。商売にはやり方があるんだ。この件は僕が最後まで責任を持つよ。ファドゥイが商人の味方をするとは考えにくいけど、あの召使いの態度を見た感じ、嘘ではなさそうだし。
本当に手を組んでいるのかもしれない。それに先ほど奴が言っていた重最高、その名を聞いたことがある。彼の屋敷はリーユエ校でもかなり目立つんだ。君たちは何か手がかりがないか探してきてくれないかな。まあお前の考えは筋が通ってるけど、お前はその間何をするんだ？僕は他に調べたいことがあるんだ。そうだな、後でリーユエ校の玉境台で集合しよう。本当だよな、オイラたちを雑用係として使ってるんじゃないよな。おお、そんな考え思いつきもしなかった。素晴らしい、言葉にできないほどの良案だ。うん、腹が立つぞこいつ、殴りたい。わかった、でもオイラを怒らせたやつには嫌なあだ名をつけてやるぞ。そうだ、ほんの虫にしよう。ギルドにはまだ仕事が残っているんだ。僕のことは待たなくて、あと1ページ読んだら僕も出発する。様にバレたらどうする？何者だ？ん？それなら連絡が来ているはずだが。旦那様は本日急な用件があるゆえ、面会は全て取り消されたぞ。用件って？旦那様は近頃ある事業で忙しくてな、今日も朝から大事な客人を迎えに行かれた。今どこにいるんだ？すまないが、誰にも言うなと旦那様に言われている。いやいや、そういう意味じゃないんだ。気を悪くしたならすまない。すまない、悪かった。旦那様は今新月圏にいるんだ。どうか許してくれ。旦那様には言わないでくれ。
こっちも急用があるからな。今日のところは許してやるよ。シゲ最高との商談がうまくいったら、お前の無礼を忘れてやる。感謝する。その商談に元神様のご加護があらんことを。お前に演技ができたなんてな、知らなかったぞ。ひひっ、おいらに礼をしたいなら美味しいものを。けど、あの門番が言ってた大事な客人って多分ファデュイのことだよな。おう、早速新月圏に行こう。新月圏は人気だから、人混みに紛れればバレないと思うぞ。どうする。でも奴らが何の裏話をしているのか探りたいなら十分気をつけろよ。必ずや注文は成し遂げます。しかし部下の話によると進捗はあまり良くないようだが、協力的ではない人間がいるとか。そうだな。あ、ええ、材料の仕入れに少しトラブルがありまして、石箔がまだ入手できていないんですよ。でも心配いりません。あの上級殿が売ってくれなくても別のものから買えばいいだけの話です。ならいいだろう。前にも言ったが、ファデュイは結果を重んじる。そのためならファデュイは支援するが、期限通りに納品できないなら我々の善意もタダではないということを覚えておけ。分かっていますとも。お世話になっているんですから期待を裏切るわけにはいきません。ああ、結果が楽しみだ。上級名。シゲ最高、やっぱりファデュイと手を組んでる。このことを本の虫に報告しよう。あっち。全て正常だ。調べたいことがあるとか言ってたくせに。結局本を読む場所を変えただけじゃないか。なるほど、予想通りかな。本当に予想してたのか。策はもう考えたよ。この手紙を飛雲商会に届けてくれないか。わけあって僕は一緒に行けないけど、手紙の内容は読まないでくれよ。うわぁ、汚い字だな。こんな字読もうと思っても読めないぞ。だから読まなくていいと言ったんだ。読んでも読まなくても意味がないからな。飛雲商会にはこの手紙を読める人がいるから心配ない。けどあの飛雲商会が協力してくれるのか。あそこリーユエに来てからよくその名前を耳にするだろ。いろんな事業がその商会と関係してるんだ。
そんな大紹介が協力してくれるんならもちろん助かるけど、協力のあてはあるのか？それなら心配ない。僕の考えが正しければ彼らには僕と同じ義教の心がある。この真摯な手紙を読めばきっと助けてくれるさ。重最高にお仕置きするなら僕たちの力だけじゃ足りないからね。それに僕がしたって他の人に知られたくないし。上級に恩返しするって言ってなかったか？ことが終われば衣を払い、功と名を深く隠す。これが義教の根底だからね。一滴の水の恩を湧き出る泉をもって報える。それが恩返しだ。僕はかっこいいこと言って、本当は本の続きを読みたいだけだろ。では手紙を飛雲商会に届ける件は頼んだぞ。無視するな。騎士団の奴らに相手をさせるべきだな。